ブラックアウト、ボロボロの廊下や病室からなる精神病院のような空間ですライトがすべて消えているため非常に暗く唯一の高原は窓から差し込む月光だけですこのレベルは至る所に助けを求める落書きがされていたりどこからともなく叫び声や金切り声が聞こえてきたりと不気味な雰囲気を漂わせています床には衣類瓦礫、マスクなどが散乱しておりこれを踏むと通常よりも大きな音がするためエンティティに追跡されやすくなります